とうございます。それでは囲み取材を始めたいと思います。まずは区政に関する質問をお受けいたします。お願いします。はい、誠についてください。はい、誠のシンボルマークの、応募の募集が始まりましたけれども、あれ万博のシンボルマークというのは、万博にとってどういう位置づけだと考えていらっしゃいますか。象徴やろね。まあ1970年のねシンボルマークも我々の心の中にね残ってますし、まあレガシーの一つとしてね、そのもし万博を開催できればね、未来に次の世代にね引き継がれていけばいいなと思います。投票期間が1週間程度ですけれども、この期間というのはどうご覧になりますか。いやもうそれは十分でしょう。これだけ、情報通信の技術が発達した世の中ですから。他にございませんでしょうか。すいません、NBS です。はい、夢島への地下鉄の沿線の件なんですけれども、IR の誘致が不可能だった場合でも延伸をするというお考えで。1970年のね万博の時も仮設で鉄道を引いてるわけですよ。で IR と万博はこれは同じエリアで我々誘致してますけど違う、事業は別の話です。事業としてはそれぞれ別、万博については、これ閣議決定がなされ、DIE にもその計画を提出してるわけですから決定すれば、この IR が別の事業ですから、これは IR が なくても、その輸送力としては、鉄道をやっていくというのは、もうこれは計画書に盛り込まれてますから、その通りやっていくということです。まあ、そもそも、ベイエリアを成長させるためには、交通インフラは必要ですから。いつかはやらなければならない事業です。これは半年間の万博のために延伸させるというのは無駄ではないかという声もあるようなんですが、その点はいかがですか。万博っていうのは、ベイエリア を成長させる、一つのきっかけになるツールですから、万博だけで、エリアが終わってしまうわけでもないんでね、我々のこうやらなければならないことは長年、忘れられてきた、衰退をしてきた、そういうベイエリアをこれは大阪の可能性として活性化をさせていくことですから、活性化させるためには交通インフラは必要と、そういうことです。それは MBS の考え方でね、僕らは採算合うようにエリアを活性化していこうということなんです。名古屋でですね、愛知旧博の跡地をジブリパークとして占領っていう、こういうレガシーの使い方ってどう思われますか。いいんじゃないですか。ちょっと遅かったぐらいです。愛知万博のね、そのレガシーを地球環境ですから、愛知万博、それを引き継いで、そういう公園、ジブリパーク作っていくというのは非常にいいんじゃないかなと思います。次、すみません。通信の中川と言います。文書管理規則のことなんですけれども、現在その文書管理規則の中では、運用解釈として意思決定に至る過程の文書を残すようにということが決まっているようなんですけれども、森友学園の問題もありましたし、それは運用解釈ではなくて規則自体に盛り込もうという動きが出てきているみたいなんですけれども、一時ご自身文書管理のことについてどう今お考えありますでしょうか。これはもう規則で明確に、規則化することによって職員の皆さんにきちっと
だからそういうこう何て言うんですかね、書類で残してほしいということです。検証なんかもできる。まあ今回森友の件がありましてね、職員の記憶に頼るというところがありましたから、やはりそこはその文書を管理をして、文書で残して、こう何かことがあったときにその経過と経緯を、こう明確に分かるようにしたいと思います。そこのどのあたり。まあ、それはもうあの事務方が、考えることです。近畿財務局との交渉のやり取りっていうのも、あの記録に残ってないと思うんですけれども、政治家からの働きかけというところにしても、それとももっと幅広い分野で文書を残すのか。これは案件についてね、関与されている、された方々の、まあ、さまざまな我々に対しての要望とかね、それから指摘とか、そういう方々のご意見は残していきたいと思っています。他にございませんでしょうか。最後に移ります。天皇陛下の退位に対する議論が国会でも始まったんですけれども、改めまして、女性宮家については、昨日、ちょっと遠藤君もいろいろ国会議で述べられてましたけれども、党としての立場というのはどういうものになりますか。これはこれから、党として中身をね、こう意見集約していきます。女性宮家と女系天皇は違いますから。悠仁さんがね、お生まれになる前はね、小泉内閣の時に、まあこう可及的速やかに、こう議論しなければならないというのが活発にされてましたけど、悠仁さまが お生まれになってからもね、この議論されていないと、まあ悠仁さんに大きなプレッシャーにならないような形でね、やはり議論をしていくべきだと思います。でもまあ日本国って世界で唯一のね、男系男子の国家元首を、が存在しているこの唯一の国ですから、これは一つの歴史遺産でもあるわけでね。だから簡単に、ね、その今までのそういう男系男子で、脈々と続いてきた日本の天皇制を、この時期、我々世代だけでそれを変えていいのかというのも問題になるし、かといって今の時代ですから、やはり、国家元首は別にこう女性が、これなられるというのも、これは否定すると、やはり、今はもう男女なんていう、そういうこう切り分け方も しない世の中になってるわけで、ね、まあ、そういうことも含めて、党内で活発な意見交換をやりたいと思ってます。いつ頃までに党内の意見をまとめたいというご意向はありますか。いや、これはまだ、期限を区切るつもりはあります。時選でですね、4日に東京総支部の決起大会があるんですけど、うん、昨日聞いたところでは松井大統領ですね、馬場幹事長に来られないということで、ちょっと東京からの寂しいなという声もあったんですけど、今回はどういう理由で出席されない。公務の都合でいけないということです。本来でも来てほしいという声も、まあ直接はないかもしれないですけど、まあ、そういう声を聞いたんですけども、いけないことに対するちょっとこう感想というのは、まあ、大変申し訳ないけどね、やはり、知事としての仕事がを第一今考えてますんでね、でも都議選には、公務に支障のない限り、
我々の仲間を 全力で応援したいというふうに思ってますし、告示日には応援に入ろうと思ってますから、まあ決起大会の時はいないで、どうしても行けないけど、挑戦する、都議の皆さんを、都議候補の皆さんを全力でサポートするという、そういう思いはもう間違いなくあります。他にございます。都議選について小池さんが、新党の選挙で勉強を討論されましたけれども、維新もかつての動きと、重なる部分もあるかと思いますけれども、まあ、どのように今ご覧になってますでしょうか。いや、もう重なる部分というのは何かわからないけどね。我々はもう、橋本代表は最初から代表だったし、当時知事で代表でしたけど、とにかく、当時の議会の半数以上ね、既存政党が全部反対しましたけど、だからそれでもね、統一地方選挙に向けて、まあもう2年前からその土台を作りね、1年前にはもうはっきり、その大阪維新の会の執行部も出来上がってましたから、だから、小池さんのところとね、我々は、まあ似て非なるものだと思ってますけどね、小池さんは維新のやり方を、まあ、参考にしてる可能性もありますけれども、何かアドバイスありますか。いや、アドバイスというか、選挙は政策選択ですね。都民ファーストがどのようなね、政策をね掲げるか、今は選挙ビラレベルです、情報公開を進めるとか議会改革とか、まあ当たり前の話だけど、要は都知事が党首になる、その政党であればね、より具体的な、ね、公約を掲げられるはずですよ。まあ僕も今党首ですけど、例えばもう分かりやすくね、今の収支法人すべて、この民営化できるものは民営化するとかね、もうもっと具体的な政策を出せるはずだし、まあ、一番はやっぱり豊洲を、これを選挙の争点にするんだって、ね、移転するか、築地を残すのかというどちらかを示さないと、答えを出さない選挙の争点なんてはありません。都知事なんですから。だからその辺で政策的にも我々は明確に都構想というものを掲げてきたし、都民ファーストの政策がね、まあ非常に、抽象的だと言わざるを得るし、で民進党からも入りね、元自民党の人もいて、そして公明党とは選挙協力と、これでどうやってね、有権者の皆さんに政策を判断してもらうのか、まあ、非常に、こう分かりにくくなってるんじゃないのと思います。他にございませんでしょうか。この次第終了いたします。